せっかく高速の入り口があるから高速道路乗ってみましょうかね。でも100キロ出せないだな。アイドリングの感じとかですね、その雰囲気も前回ねちょっと回転数お話できてなかったんでそこまでの速度出せるかわかんないんですけど、やってみたいと思います。まあ、本来これ高速乗らなくていいんだけどね、ちょっと皆さんにお伝えできればっていうところがあるのでやってみましょう。うん、こんな感じです。で、あ、そうそう、映ってるかな。この薄さですね。僕のロードスターの動画見てもらうと分かるんですけれど、ETC の話しましたけど、この形のやつは、2022年問題でしたっけ？ちょっと今もう忘れちゃったんだけど、それは、クリアできてるやつですんで、それをね、ぜひ、参考にしていただければなと思いますね。なんかすっげえ勢いで BMW 来たな。80キロでアクセルから足離してます。前の車間がちょっと近いんでね、結局ブレーキ踏んじゃった。もうちょっとしたら100キロ出せるかな。まあ、とりあえず80キロ巡航で行ってみましょう。多分今がアクセルがちょっと足が乗ってる状態で約80キロぐらい、これ80キロ出していいのかな、この道路。まあいいや、2000回転来てます。1800回転ぐらいかな。だからやっぱり2000回転ぐらいなんでしょうね、100キロだと。多分そう思います。まあ、あとはちょっとコーナーリングがあるんでそこを割愛して次ですね。左行くか。じゃあ巡航してみます。うん、安定してるからそうだな。80キロぐらいの巡航で1800回転ぐらいですね。100キロになったらちょっとどうかっていうのは、勘弁してもらいたいんですけれど、多分100キロでね2000回転ぐらいかな、なもんだと思いますね。参考になれば幸いですね。さあ、ちょっとねまとまりはなかったかもしれないんですけれど、いかがでしょうか。まあとりあえず高速道路を今走ってますけれど、安定して走ってますね。まとめてみるとどうかというと、まあ最近の車ですからね、精巧性っていうか、まあ精巧に作られてるっていうのかな、そういったところはありますね。でそれとこれはオートクルーズはついてないのか。最近の車ってオートクルーズがね実際ついてる車だと前の車に合わせて走ってくれるんでだいぶ楽ですよね。高速道路の巡航とかはねそれがいいんじゃないかななんて思いますね。
とはないかな、伝えること。あ、そうだ、それとここら辺の系統ですね、シガーの差し込み口はついてます。で USB がついてるんですが、上の段は、USB でスマホとつなげるとスマホの操作ができそうですね。でいちいちこれちょっと台車なんでね、あの自分の車の情報とかで、まあ、自分の車じゃねえや、この車に自分のスマホの情報をちょっと入れるのもどうかなと思ったんで、充電はですね下の段の USB でしてます。だから多分ね Bluetooth でしかつながってないと思うんで、まあ、そこら辺はですねいいんじゃないかなと思いますね。であとは、地図データとか入ってる SD カードが入れるところのスロットがあったりしますね。で CD、DVD も入るのか、これ DVD なのかな、ナビ。そんなことないと思うんですけど、まあ、一応そんな感じです。あとはすいません、なんかバラバラなんですけど、ワイパーはオートワイパーもついてて、でオートワイパーとオートライトがついてますね。でオートライトは何気にいい感じで光ってくれるから、夜ね走るときはねやっぱロードスターと比べちゃう感じになっちゃうんですけれど、いや非常に明るくて見やすいですね。これはね多分フォグついてないんじゃないかな。フォグついてたらねフォグはフォグでまたあの明るくなると思いますね。でワイパーの方は、オートワイパー先ほど言った通りですね。で上に1回倒すと、これマツダ特有なんですけれど、1回のワイパーの動きが出てきますね。じゃあオートにしとこう。まあまあかな。コーナーリングも、ちゃんと追従してくれてますね。 FF の特性の走りができてるし、ホイールが鉄筋だというのと、ノーマルなんてねあまり攻めなかったですけど、そんな感じかな。さあいかがでしたでしょうか。私の言いたいことを言っちゃうマツダ2のレビュー、参考になっていただけるとありがたいですね。オートワイパーがオートじゃないっていうのは、あ、オートだった、よかった、残念だと思ったんですけど、ちょっと鈍いですね。これアテンザの初期の後期型、なんか言い方変ですけれど、1代目のアテンザの後期型の方がなんかオートワイパーはいい感じのような気がしないでもないですね。まあ多分同じだと思うんですけれど、反応とか見てるとそんな感じがしないでもならないですね。以上マツダ2のレビューでした。最後までご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いできることを楽しみにしております。ではまたねー。